私は父上のようにはならない。私が目指すのはもっとまともな国よ。俺はこの国に再び栄光をもたらせてみせる。民のため、俺自身のために。崩壊寸前のこの国を救い、民たちにかつての栄光を取り戻すため、私は、俺はこの国の新たな皇帝となる。君が選択できる道は2つ。皇帝として戦乱を終結し、帝国を復興させるか、革命を起こし新たな皇帝となって平和を築くのか。君はどの選択をする？戦略アクション RPG ホールンレギオン栄光への系譜。ホールンレギオン栄光への系譜、ゲーム紹介。ここからはレガート様の銃騎士、このアントワネットがゲームを紹介いたします。このゲームは2人の主人公から選んで、それぞれの物語を楽しめるクロスシナリオシステムとなっています。戦いでは一瞬の油断もできません。コンボをつなげ、必殺技のデスブローで敵を殲滅してください。神話の英雄エグゼンプラーの力を滑るのはあなただけです。皇帝の名のもとに強力なスペルで敵を一掃してしまいましょう。君主の役目は戦いだけではありません。時として帝国の、そして己の運命を左右する決断を迫られます。皇帝は私よ、あなたじゃない。お前を殺したくはなかったよ。フェニミアの民には皇帝という存在が必要なのです。ザコどもは片付けておいたぜ。いやあ、お嬢ちゃん、一つ悪い知らせがある。私も登場するので、その際はどうぞお手柔らかに。戦略アクション RPG ホールンレギオン栄光への系譜。それではゲームの中でお待ちしております。